ハイカラお昼の解決テレビ。さあ今日も皆さんの笑顔を求めて、なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、タワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。タワーズを成長させているのは社員たち。面接した時、人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、タワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はタワーズ。このようなお悩みありませんか？ストレスフリー療法はストレスを減らすために両徳寺大学が研究開発した療法です。両徳寺大学附属銀座すきや橋クリニック。千葉県多古町。伊藤さん、あのなんか飛行機もよく飛んでるし、うん、ね、何か多古町は成田空港に隣接しております、うん、世界に一番近い田舎町でございます。田舎町、そしてビルとか高い建物がないので、うん、ないんですね。ないよね。ゆったりと、うんうん、本当にこの自然豊かな素敵な景色が見られる、うん、世界に一番近い田舎町でございます。田園風景が眩しいこの季節、主役は食味日本一の栄誉に輝くタコ米。ユニークなのは道の駅タコあじさい館ではこんな自動販売機があります。タコ米のペットボトルだ。実はこのタコ米を使ったある美味しいものがあるんです。ぜひそちらも味わってみてください。ふっくらたまごさんはわかりますか？パワーズの鈴木、渡辺が願いを込めた元気のシンボル、パワーズボールはこの3人に託された。チーム名は解決パワーズ。ということでプリティさん、吉成さんたちがやってきたのは、タコといえばお米、タコ米。そのタコ米を使ったちょっと名物があるんですよっていう。バンブーって英語で書いてありますよ。とにかく中へ入ってみましょう。ん？厨房では？あれ？これもしかしてラーメンだ。ここはみんなのラーメン、バンブーというお店。よく見かけるラーメン屋さんとは違うイメージ。しかもこの麺とタコ米が関係あるんでしょうかね。調査しましょう。バンブーラーメン。いや綺麗ですね。ご主人、なんかスープがねっとりしてるんですね。これがタコ米入りのスープになります。あ、このねっとりの元はタコ米。そうなんです。これがこしたタコ米と動物系スープで煮込んだタコ米白湯スープ。お味は？あ、これタコ米が入ってるせいか優しい味になりますね。そうですね、はい、角が取れて、はい、おっしゃる通り素晴らしい、ね、でもコクがあり、うん、美味しい。まろやかで、うん、クリーミー、クリーミーですよね。これなんでタコ米を使おうっていうその発想はどこから出たんですか？タコ町の特産物を使って、うんうん、タコ米を使って何かこうラーメン屋として、ええ、作れるものないかなと思って、サブ的なライスとかそういう存在ではなくて、ええ、メインのラーメンとして使えたら何か面白いかなというのもありまして、うんうん、はい、これ素晴らしいアイデアですね。ありがとうございます。この麺ってでもこの、はい、特徴があるんでしょ、うん、あ、麺もいいですね。そうですね、はい、
卵を使っていない麺で、京都の麺屋定額さんっていう麺屋さんから取り寄せてます。特注ですか？そうですね。でも私もかけてすごい美味しいです。佐藤さんはこの道15年、このお店は7年目。実は元大工さんだったんです。中はほとんど自分で、はい、手掛けてる。前の職業の大工さん、はい、ここはなんか空き店舗かなんかだったんですか？あ、ここは妻の実家なんですね。ここはあのうちが、私がここの跡取り娘なんです。あ、はい、で主人にお婿さん行ってもらったんですけど。でここ何だったんですか？ここはですね、あの先祖代々あの屋号が竹屋ってなってるんですけれど。それでバンブー、はい、昔は裏にあの竹を使った工場があって、ここでは竹の資材を販売しているお店、店舗。あ、本当に竹屋さんだったんだ。店内の壁には童話に出てくるようなシーンが描かれています。竹の神様とあの妖精たちが来て、こういう可愛い世界観のお店にしてくれたっていう設定で。玄関にはこんな素敵な言葉でお客様を迎えてくれます。ここであの戻ってくるきっかけが、私たち娘2人いて、ちっちゃい頃はもう本当に一緒にこう見てあげられない、過ごせない時間が多かったので、小学校上がるタイミングで、子供たちも大切にしたいし、で私たちは仕事も頑張りたいしということで、でみんなのラーメンバンブっていう、まあ、あの家族みんなで、ここでも皆さん楽しんでもらえる、そうなんですか、はい、育て支援多古町すごく充実しているので、子供を育てやすいとか、はい、あの優遇していただいたりとかあるので、はいはい、安心して育てはできます。やっぱ自然がすごく豊かで、うん、本当にあの田んぼの中とか行くとその景色を独り占めできるようなぐらい、なんかこうスケールが大きくて、で四季お料理の顔をすごく見せてくれるので、はいはい、そういうところが、はい、非常に気に入ってます。通い詰めてしまうほどのタコ米パイタンラーメン、その隠し味は佐藤さんご家族の笑顔と愛情なのだ。最後に平山町長にもタコ町の住みやすさを聞いてみた。タコ町は3つのゼロを掲げております、はい、3つのゼロ、はい、はい、待機児童ゼロ、はい、タコ町には子ども園という大きな養蜂連携の子ども園がございます、はいはいはい、2つ目のゼロは給食費が子ども園から始まり、子ども園の3歳児から中学生まで無料でございます。3つ目のゼロはなんと大学生まで医療費がゼロです。大学生、はい、大学生22ぐらいまで、はい、お母さんたちにも優しく、うん、県内初の病児保育、タコ中央病院の隣に病気になった時に預けられる保育所が併設してございます。これ便利だね。都市計画をしっかりして誰もが住みやすい街づくりをこれから進めてまいりたいと思ってます。これはとってもいっぺよ。では恒例の願い事を聞かせてください。町民の笑顔のため、町の発展のために頑張ります。ナイストライク、箱町頑張ってます。はい、からお昼の解決テレビ最高。一方、東京西荻窪、実は西荻窪ですね、知る人ぞ知る雑貨店がなんと80店舗ほどある、非常に個性的な街なんですね。あなたのお気に入りが見つかるという、そんなこだわりのお店をご紹介したいと思います。こちらです、行ってみましょう。お邪魔したのはつぐみというお店。あなたにぴったりの商品がいっぱいと書いてあります。オープンは今年で5年目。まるで小さなギャラリーのような落ち着いた店内、生活雑貨やインテリアまで並ぶ。全国の、はい、まあ、有名どころの作家さんが参加していただいて、はい、いろんなクラフト店とか手作り市とかに足を運んで、はい、作家さんとお話ししながら、はい、あのうちのお店に置いていただくような形を取っていただいています。
会社の社長の秘書をずっとやってたんですよ。もともとブリキとかですね、はい、昔のアンティークのものを集めるのがずっと趣味で、でずっと集めてたものですから、はい、その時に骨董市とかですね、はい、行ってて、いろいろ探してたらやっぱり作家さんのものがちょっと置いてたりしたんですよね。これはひょっとしたら作家さんの作品が結構流行るっていうか、こう世に出てくるなと思ってやりだしたんですよね。山崎さんプロデュースによる人気作家さんの作品は売り切れ必至なので、抽選作品ですね。こちらも羊毛フェルトで有名な作家さんですよ。はははははで、これからまあ抽選をやるんですよね。まあインスタグラムでもう結構抽選を書くんですよ。それで当たった人パッと買えるわけじゃない。買えるんです。なるほど。こういう作品もパッと買えないんですよ。これ3万9000円。え、それなんですか。これ刺繍です。あ、へえ。もう当たった人にしか、日本でほとんど売ってないやつを一番売ってます。これは素敵ですね。こちらはウニのブローチ、自然の色を生かした作品。そして千葉で、はい、作られている、はい、ソラマメ工房さんという方なんですよね。ソラマメ工房さんですね、はい。女性の作家さんでね、はい、昔あの家で薪ストーブをやられてて、で薪ストーブを火をくべるときに、はい、梨の木を、まあ、千葉の梨の生産地ですよね。そのいただいた梨の木をくべてたらしいんですよ、はい、そしたらすごくなんか色が綺麗なんですよね、はいはい、これ見てもらうとそうなんですけど、すっごくツヤツヤで硬い木なんですよね、でそれを一回箸を作ってみようと思って、はい、箸を作られたら、はい、すごいいい出来だったらしいんですよ。そっからもうこういう木工製品を作ることのきっかけになったみたいなんです。へー、はい、じゃあ一つ一つ手作業で、はい、すごいですね。立体のお気人形ですよね。リンゴの木になった、はい、うさぎさんで、はい、でそれを見てるまた子供のうさぎ、はい、僕もなりたいなみたいなうさぎに。なるほど。ソロモンさんがもともとウサギを飼ってたんですよね。へえ。それでやっぱりウサギ多いですね。ウサギが多いんですよ。なるほど。モチーフが。なるほど。はい。こちらは爪楊枝入れです。リスもいますね。これは抽選になりますね。でしょうね。はい。まあ日本全国にいろんな作家さんがいらっしゃいますんで、はい、何かお手伝いができるかなとは思ってるんですけども、はい、そのためにはやっぱりこの店をずっと続けていって、うん、まあ、地域、まあ、西荻窪の皆さんにもいろいろ知ってもらいながら、はい、日本全国に広めていきたいなと思ってます。つぐみに入れば想像力が広がる、そして新しい発見がきっとあるということで、ここで恒例の応援マジック開始。まあ、単語帳のようなものを書いていただいて、でこれをですねちょっと3つの山に配っていくんですけども、こういった感じで、はい、好きな3枚の上にこう載せていただきたいんですけど、どこ行きましょうか。じゃあここでこちらでいいですか。はい、今度は2枚、はい、これそして最後に1枚、はいはい、で残りちょっと置いていきます、はいはい、じゃあこう今度は携帯電話を置いて、はい、じゃあこっち携帯でここ、はい、よろしいですか、はい、じゃあ残りにまた携帯載せていただいて、これはい、はい、そんな感じで、さらにコイン、山崎さんが感じたところでパッとコイン離していただいて、落としていいですか。はい、では最初に選んだカードを開けます。ペン、あ、ペンと書いてあります。見事ペン、はい、続いて携帯電話、携帯電話まさかコイン、お見事。いや素晴らしいですね。自分がやって体験したのはあんまりなかったんで、はい、すごくどんどんなんかマジックが好きなんですよね。ハイカラお昼の解決テレビ、素敵な笑顔いただきありがとうございます。馬と一緒にスポーツをしてみませんか。馬車大学では学生を募集、体験乗馬コースも用意してあります。お問い合わせは0479-77-3839まで。作吉成陽子、小説夢子、第4巻第5巻来春同時発売、予約受付中。解決プレーニング、
皆様こんにちは。雑誌ハイカラ編集長の青野秀俊です。頭の若さを保つ脳トレに今日もお付き合いください。こちらハイカラ頭脳トレーニングのドリルの中から本日も一問出してまいります。それでは今日の問題はこちらです。今日の問題ですが、ことわざを見て最も近い二字熟語を答えてみましょう。例題です。石橋を叩いて渡る、これにふさわしい言葉は慎重ですね。それでは続いて2問お答えください。今日の答えです。最初の問題、カッパの川の流れ、これにふさわしい言葉は失敗ですね。そしてもう一つ、目から鼻に抜ける、これにふさわしい言葉は理髪、あるいは聡明という言葉でも OK です。今日の脳トレいかがだったでしょうか。いよいよ10月も下旬ということで、葉っぱも色づいてまいりました。東京でいうと高尾山のもみじ、そして神宮外苑のイチョウ並木、これは紅葉スポットです。紅葉と温泉、ぜひこれから皆さん楽しんでいただければと思います。それではまた来週この番組でお会いいたしましょう。ハイカラ頭脳ドリル好評発売中、お問い合わせお待ちしております。17年前、第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて今日はどんな作業なのでしょうか。およそ1500坪、2000株以上のバラがあるつくばローズガーデン。雑草を整理したエリアには秋のつるバラが咲いてくれています。藤沢さんは手で取った雑草を一輪車に集めます。そして今度は芝生に取り掛かります。本当はこういう草も全部取ってあげるんですよ。根から取ってるじゃないですか、はい、そうするともうそこからは生えないですね。これみんな古い株から出てるんですから。この雑草ですか、うん、雑草が生えづらくするのにはコツコツと根っこから抜くしかありません。まあ草刈りっていうのはこんな程度でしょう。芝生の手入れは大変ですが、バラたちのためだったらその苦労もどこへやら。ガリアーノ、競馬では29戦戦ってきたんだよな。よく頑張ったね。今回のジャパンオープンでも活躍してくれたじゃないか。だから頑張っていこうな。軽早足で座った時の客の合図を意識すること。明石、もう一度最初から。まず波足から。この子の頭も落ちてきた。ハミも受けている。立って座って、立って座って。座ったところで少し体重を抜く感覚を身につけてみよう。客の強弱のリズムが出てきたような感じ。明石、頑張ろうね。
習はどうだった？軽早足の時、脚を入れる練習はどうだったかしら？今日も教えてくれてありがとう。突然、芝山芸能社時代劇アワー、馬と喧嘩。芝山芸能社に所属する3人が扮する物語。時は平安末期。長吉、馬は倒れながら曲がる。曲がりたい方向に手綱を開き、反対手綱も反対に張って、首の重さを内側に持っていく感じですか？開き手綱と反対手綱じゃ。何やってんだ？やじろべえでもなったのかい？違う、馬の重心を分かると勉強してるとこだ。そうじゃ、大小重さの違うバケツでも持ってみ。それが手綱にかかる力じゃ。しかし、開き手綱と反対手綱で安心するな。馬は思ったよりも内側へ切り込むことがある。それじゃあバランスを崩して倒れるぞ。倒れる前に騎手も馬の上で体を支えるのが大変だ。何か良い方法でもあるのか？ある。内方の反対手綱。反対手綱を内側でやるのですか？そうじゃ。馬の首の付け根が張り出さないようにする。内方の手綱を張りながら首の真ん中あたりをつける。あれれ、きちんとしたところで曲がれるわ。おつけてるときはいつも先生が言ってる通り、抜刀の動き、つまり手綱の肘や拳を体から切り離す、体をひねったりしない。その通り、それが基本の基本じゃ。まだまだ奥義はあるぞ。はい。馬探しと馬術の旅が続く。夏のオールジャパンオープンチャンピオンシップ、演技の正確さや美しさを競う馬場馬術。ヤクマさん、はい、いかがでしたか？すごいいい子でした。そうですか、はい、自分の意思も伝達も。そうですね、伝わりました。すごい答えてくれて、馬と関わる上でしっかり誠意を持って関わりたいと思っていて、練習中もしっかり指示が伝わるように練習しています。ちょっと足の位置がこうかかとが少し上に、下に上に上がるっていうかね、かかとはまっすぐに下に降りてくるような状況が大切なんだけど、まだそこの辺のところ訓練中なんでしょう。少し上体が少し前にオーバーかな、そういったところが少し見える。最終的に関東の大会に出られたら、結果を少し残せたらいいなと思って頑張ります。ちょっと、はい、
塩梅がつかめずあんまりうまくいきませんでしたけど、はい、楽しかったです。今は、まあ何ですかね、馬の沸騰とかなるべくできるようにとかそういうのを練習してるんですけど、やっぱりこういうイベント大会になるとなかなか他のことで緊張してできないなって。スムーズですね、うん、比較的柔らかく乗る人ですね。座りすぎかなっていうところがあるんですよ。またあの馬場はまた次の N級とかも出たいですけど、まずはちょっとまだ今の A にもうまく回れてないので回れるようになりたいなと思います。で、あと明日も障害は出るので、はい、障害もどんどんやっていきたいなと思います。亡くなられたエリザベス女王の娘アン王女の邸宅で総合馬術競技会を開かれてるそうですね。邸宅というよりお城よね。総合馬術競技会フェスティバルオブブリティッシュイベンティングというところが開催してるそうで、アン王女の娘さんも出場するみたいですね。ババ馬術、障害馬術、クロスカントリー、この3つの競技で、完成する、そういう競技だよね。あの確か東京オリンピックでは個人戦で4位入賞があったと思うんだけど。そうですね、うん、東京五輪では個人4位です。金メダルはドイツです。やっぱり強豪ですよね。日本も侮れない。そうよ、だって毎月皆さん一生懸命勉強して競技会をやってるんですもの。どんどんレベルも上がってドイツ相手に戦う金メダルも夢じゃないですよ。ゆずまさん、そのうちね、もっともっとレベルを上げるために競技会を月2回にしましょうよ。はい、ぜひ。